こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では今ですね、並んでいる通販の商品の中からセール価格になっているもので、これはおすすめというもの、今すぐ使えるものをですね、皆さんに5つご紹介をしてみたいなというふうに思っています。セールというとですね、基本的には夏場であったら7月からスタートですし、冬であったら1月からスタートというイメージがですね、強いかなと思うんですが、実はですね、結構今は年間を通してセールのアイテムってちょこちょこ出ていたりするんですね。ですので今はあんまりセールのイメージがないかもしれませんが、実はですね、しっかりと掘ってみるといろんなお値打ちのアイテムがあったりするんですね。今回ですね、そんなセール品の中からこれはまさにこれからの季節使えるよというものをですね、皆さんに厳選して5つご紹介をしてみたいなというふうに思っています。やっぱりですね、なんだかんだでセール系の動画って多くの方に見ていただいていまして、皆さんも興味があるところかなと思うので、ベーシックで使いやすいものであればですね、セールの中から十分に良いものも見つかりますので、よかったら参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートですとか、僕のオリジナルブランドであるソーのアイテムのですね、様々な企画段階から生産までですね、順次追ってお伝えするような動画もご紹介していますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、実際に僕のですね、iPhone の画面を見ていただきながらですね、おすすめのアイテムですね、皆さんにご紹介できればなというふうに思ってます。まず最初のですね、セール価格、外しちゃいけないのはですね、ユニクロですね。見ていきたいなと思ってるんですが、こちらに映っている通りトレンチコートですね、こちらが値下げになりました。9990円ということで、こういったですね、秋冬に活躍するような重量がですね、1万円切ってくるのはすごくありがたいなというふうに思っています。特にですね、今回のこのトレンチコートはすごく良くてですね、ユニクロには2パターンのトレンチコートが用意されているんですが、こちらのトレンチコートはですね、結構ディティールが省略されているんですね。肩の部分だとか、あとは胸の部分にですね、トレンチコートというのはですね、特有のディティールというものがあるんですが、そういったものを配してすっきりとしたデザインになっているんですね。これがですね、すごく仕上がりが良くて、僕はですね、今季コートの中ではこれは一押しかなというふうに思ってます。画像を見ていただきたいんですが、色はですね、33番のカーキとですね、ブラックですね、ブラックじゃない、ネイビーですね、この2色の展開になっているんですが、正直選ぶのが難しいです。どちらの色も良くてですね、個人的にはこのカーキの色の質感の良さ、色のね、この風合いもすごく良かったので、こちらをお勧めしたいんですが、ボタンとかのディティールがですね、やっぱりちょっとベージュだと目立ちやすいので、ネイビーの方がですね、しっかりとこう生地の色と馴染むので、そういった面ではですね、より高級感があって素敵なのかなというふうに思ってます。これは普段使っているコートと兼ね合いを見ながらですね、選んでもらうのがいいかなと思いますね。すでにブラックだとかネイビーのコートをお持ちだったら、ベージュがいいかなと思いますし、ネイビーとかブラックお持ちでなければですね、こちらの色でもいいかなと思います。これがですね、1万円切ってくるというのは非常にコストパフォーマンスが高いと思うので、ぜひおすすめしたいアイテムとしてまず1つ目という形でご紹介させていただきました。コーディネートはね、こちらの画像のように内側にパーカーを着てもらうみたいな形もいいと思いますし、あとは旬な着こなしだとユニクロ U のジップアップのニットがあると思うんですが、そういったものを内側に入れてあげて襟の高さを出してあげるのもいいかなと思うので、これはですね、一押しなので、ぜひチェックをしていただきたいなと思ってます。それとですね、こちらも見逃せないんですが、ユニクロ U のこれは女性もの、レディースになるんですが、トレンチコートですね。こちらはトレンチコートと言いながらも、ボタンがですね、もっとすっきりとしていまして、より簡略化されたような形で、ちょっとこう体力圏コートと呼ばれるようなものに近いようなデザインになってるんですね。これはですね、多分シーズンが前のものだと思うんですね。僕は以前こちらを購入したんですが、すごく良かったですね、トレンチコート。本当に体力圏に近い形なんですが、サイズもたっぷりめなので、男性の方でも女性もののサイズで M とか場合によっては L だとか、この辺りでいいかなと思います。
まあ、特にダークグレーの色合いがいいので、こちらはですねぜひおすすめしたいなというふうに思ってます。金額はですね 12,900 円ということで、先ほどのトレンチコートよりはやや高いですが、それでもだいぶ買いやすくなったかなと思いますし、今時期まさに着れます。そして内側にインナーダウンとかそういったものを入れていただければ、冬の時期も使っていただけるので、これまた使い勝手がいいんじゃないかなと思います。まあ、ユニクロの秋冬のコートの中ではこの2つのトレンチコートはぜひ押さえていただきたいなというふうに思いますね。ベージュもいいですが、こっちはダークグレーかな。で、先ほどの普通のトレンチに関しては、ベージュというかカーキですね、こちらの色が、まあ、よりいいかなというところですね。まあ、そこを覚えておいていただければなというふうに思っています。はい、ということで、まあ、ユニクロの中ではこちらと、あともう一つおすすめしたいのが、これまたですね今季の、ユニクロ U のアイテムなんですが、メリノブレンドモックネックセーター、これはですね私物で、購入して持ってるものなんですが、非常に良かったですね。まあ、中肉厚でこれぐらいのニットって使える範囲が広いんですね。上にジャケットを着てもらってもいいですし、あとは、まあ、先ほどご紹介したようなトレンチコートとかを羽織ってもらって、アウターを重ねるという着こなしもできるので、これはね厚み的にはすごく使い勝手がいいんじゃないかなと思います。で、サイズ感も少しですねタイトめなんですよね。僕は普段 S を着ることが多いんですが、ワンサイズ上げて M にしてますが、着丈が短かったりするのでサイズは一つ上げるぐらいがいいかなと思います。首元がモックネックになっていて旬な雰囲気が出るのと、あとはですね首のフィット感があるので、割とこう綺麗に見えるんですね。普通の丸首のニットとか T シャツって少しこうだらしなく首元が開いてしまうことがあったりするんですが、このモックネックはピタッとこうフィットするので、首元の印象としては綺麗めにまとまるので個人的にはおすすめかなと思ってます。これは色はですねダークグレーが圧倒的におすすめですね。この色が上品で素敵なので、皆さんにおすすめしたいなと思ってます。まあ、サイズはですね、M に欠品出てますが、それ以外はまだあって2990円、これはコストパフォーマンスめちゃくちゃ高いですね。ぜひチェックをしていただきたいなというふうに思っております。はい、続いてですね、これはセレクトショップのジャンルからお見せしたいなと思うんですが、こちらはエディフィスのですね兄弟ブランドである417エディフィスというところですね。ここはですね、まあ、エディフィスの雰囲気を味わいながらももう少し価格帯としてはお手頃になってくるので、非常に使い勝手のいい、ブランドお店かなというふうに思ってます。僕もたまにですねお店に訪れることがあったりするんですが、まあ、結構ベーシックで使いやすいアイテムが多くて、その中でもおすすめなのがこのライトダンボールパーカーということで、ちょっとですね生地に伸縮性があって着心地がいいのがこのダンボールという素材なんですけども、まあ、本当にねこれはエディフィスのですね、本体のエディフィスがこのダンボールのパーカーというのを結構4年ぐらい前からかな、やっていて、僕は普段のスタイリングでよくご紹介させていただいてたんですが、まあ、このね雰囲気を417でもやっていて、しかも値段がね本来は8250円なんですが4125円という形で半額ですね。これはかなりコストパフォーマンス高いと思いますね。まあ、こういったパーカーは、グローバルワークだとかユニクロだとか GU だとかそういったところでもやってますが、もう少し価格帯を上げたセレクトショップのオリジナル8000円ぐらいのもので揃えると、また素材の質感だとかあとはシルエットの面白さというところが味わえるかなと思うんですが、肩がちょっと落ちていて、あと色の風合いもいいというところで、これはですねすごくいい感じなのかなと思ってますね。まあ、ちょっとですね在庫がだいぶ少なくはなってきていますが、あ、ベージュはですね、まあ、メーカー在庫ありという形になっていまして、発送までにねちょっとお時間かかりますが、ベージュ全サイズいけそうですね。この色合いすごくいいです。ベージュと言いつつ、グレージュっぽい感じな、少しねベージュとグレーの間ぐらいの色味がいいですね。あとネイビーも在庫ありますね。まあ、ネイビーはもう鉄板で使い勝手がいいかと思います。カーキはちょっとね色合い難しいかなと思うので、ちょっと明るさを出したいのであればベージュ推しで、まあ、ちょっとこうオーソドックスにもう汚れてもいいぐらいの感覚でガンガン着たいのであればネイビーがおすすめかなと思いますね。これはね半額になってるのはなぜだろうっていう感じはしますが、ひょっとしたらね春に出たものだとか、まあ、昨年のものとかそういう理由があるのかなと思います。ただこういったものってあんまりこう季節感そこまで強くなく使えるので、
全然いいと思いますね。個人的にはこのベージュ推しですね。下は黒のスラックスなんかで合わせてもらうと良いかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思ってます。はい、続いてですね、セレクトショップの中でもですね、シップスからご紹介したいのはこちらのですね、丸首のニットですね。コットンシルクミドルゲージランダムアランクルネックプルオーバーという名前が長いですね。まあ、コットン系のニットというとおそらく春に発売されたのかなと思うんですが、ニットの素材でいうと秋冬がウールで春がコットンっていうのが、まあ、業界の中では一つの定番ではあったんですが、結構ですね、今この辺りの素材使いというのが、まあ、あんまりこうその厳密には言われなくなっていて、コットンのニットが今秋冬で売られていることも少なくないんですね。僕が先日買ったビューティー&ユースの丸首のニット、秋冬バージョンのものもコットンだったんですね。そんな具合で秋冬であってもコットン素材あったりするので、全く問題なく使っていただけるかなと思います。まあ、ちょっとライトな風合いではありますし、色合いもね、明るい感じのブルーになってくるので、まあ、ちょっと春夏っぽさもありますが、秋冬に使うのも NG ではないというところで、皆さんには活用していただきたいなと思います。これもね、かなり安くなってるんですよね。 12,980 円が 57% オフで 5,516 円というところで、まあ、かなりお手頃ですね。まあ、ブルー発色が良くてすごく綺麗ですね。まあ、秋冬のですね、ブラックだとかネイビーだとかダークグレーの配色の中に、まあ、例えばチェスターコートでブラックのものを着た内側にこういったちょっと明るいブルーなんかを使っていただけると、差し色的にはすごく雰囲気がいいんじゃないのかなと思いますね。在庫はどうなんでしょうか。S と M と L まだサイズがありますね。この色合いいいんじゃないでしょうか。あとはですね、こういったナチュラルとかのね、ちょっと差し色的に使えるようなカラーもいいし、あとはこのベージュいいっすね。ベージュ雰囲気特にいいかなと思いますね。これもね、秋冬っぽい色合いではあるので、ぜひ使っていただきたいなと思いますね。在庫はどうでしょうか。ベージュも、ちょっと L と XL がないんですが、S、M であれば、まだメーカー在庫がありますので、こちらぜひチェックしていただきたいですね。まあ、ナチュラルもですね、M サイズがありますので、これもおすすめですね。はい、まさにこう今時期ニットを着るという意味ではすごく使い勝手がいいかなと思うので、まあ、素材的にはやや春っぽさがありますが、まあ、秋に着ても今であれば NG じゃないかなというところでおすすめができればなというふうに思ってます。もちろん春にも使えるので、まあ、2シーズンというところでおすすめできるニットかなというふうに思ってますね。これはかなりの掘り出し物だというふうに感じています。続いてですね、これラストになりますが、これはですね、グローバルワークからおすすめなんですが、ファインスムースバンドカラーシャツ、これ実はですね、僕買いました。先日購入したものなんですが、肌触りがねすごくいいんですよ。スムースというようなね、名前がついている通り、すごく滑らかで、肌に接地する部分もですね、気持ちがいいんですね。で、素材の質感もすごくいいし、あとは色ですね、これがまたすごく良くて、個人的におすすめしたいのが、まあ、買ったものではあるんですが、このベージュですね。これもね、すごく柔らかい色合いで、この上にですね、ネイビーだとかブラックのジャケットを着てもらってもいいと思いますし、あとはカーディガンを着るのもいいし、シャツアウターなんかを着るのもいいかなと思うので、重ね着のパーツとしてこれからの季節すごく活躍してくれるかなというふうに思います。まあ、在庫はまだ S ありそうですかね。 S じゃないや、 S、M、L、XL すべてサイズがありますね。これもね、価格帯3000円というところですごく買いやすいですね。非常にいいと思います。まあ、ベージュもいいんですが、その他の色も良くて、このグレーもね、ちょっとこう明るめのグレーではあるんですが、非常に使い勝手がいいですね。ダークグレーのアウターの内側に使ってグラデーションで楽しむのもいいかなと思いますね。あとね、このネイビーの濃いめの色っていうのも結構シャキッとしてかっこよかったりするので、これもいいんですよね。で、ブルーもなんかこれもネイビーのジャケットと着たら良さそうだし、そしてホワイトも定番で使いやすいというところで、これはね、全色いいんですよ。僕実物見てきているので言えるんですが、これはね、なんでセールになってるのかなと思いますが、ぜひおすすめしたいアイテムかなと思います。ちょっと在庫見てみましょうか。
グレーに関してはもう M しかないですね。ちょっと残念ですが、在庫少ないです。ネイビーは全色あります。ブルーも全色、ホワイトも全色というところで、これはね、重ね着のパーツとしてはすごく使いやすいですね。例えばこういった白のバンドカラーシャツの上にさっきの丸首のニットを重ねるんですね。これですね。そうすると襟元から少しバンド部分の襟が見える。これがまたですね、レイヤードのスタイルとしては素敵だったりするのでおすすめですね。あとはこのパーカーですね。パーカーの襟元、僕も今着てますが、この襟元からバンドカラーシャツの襟が見えるのも結構重ね着としてはおしゃれなので、今回ご紹介しているアイテムとも相性がいいかなと思うので、ぜひそういった着こなしもしていただきたいなというふうに思ってます。ですので、今回ご紹介するものの中で重ね着ができちゃいますね。ちょっとモックネックとの重ね着はできないですが、最初のトレンチコートですね。これを見ていただきたいんですが、バンドカラーシャツを着て、そしてパーカーを着てトレンチコートを着る。もうこれで完璧な着こなしが仕上がりますね。もしくはバンドカラーシャツ、あとは丸首のニット、それからコートという形もできるかなと思うので、今回ご紹介するものだけでコーディネートが組めてしまうので、ぜひ皆さんにはチェックをしていただきたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、今すぐ変えて、なおかつ今すぐ着れるようなセールのアイテムを皆さんにご紹介させていただきました。どのアイテムもですね、本当に定価であってもお勧めできるようなものばかりなので、ぜひ皆さんですね、すでにこういったものをお持ちなければチェックをしていただければなというふうに思っています。正直ですね、こういった企画たまにやっていきたいなと思ってるんですね。せっかくいい商品があるのに、それがこう買われない状態でいるのもすごくもったいないなと思ってるので、優れたアイテムは僕のですね、セレクトで皆さんにお届けができればなと思ってますので、よかったら参考にしていただきたいなというふうに思ってます。ただですね、一つデメリットとしては、やはり在庫数っていうのはある程度限られているかなと思うので、動画を見てですね、気に入ったものがあったらなるべく早めの段階でですね、購入していただくといいかなと思います。ぜひですね、コメント欄にはこれ買いましたよとか、これからもこのショップのセール情報欲しいですよっていうもの、どんどんリクエストいただければ、そちらにもですね、答えていきたいなと思ってますので、ぜひどしどしとコメント欄書き込んでいただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて様々なメンズファッションの情報をですね、発信していきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。